楽天、田中正宏投手が28日のオリックス戦、楽天モバイルパークで今季初登板することになった。今江俊明監督が22日、明言した。今江監督は、彼が投げることによってチームへの影響力は大きい。みんなも色々期待していると思う。僕らのチームの状況も彼のパワーでいければと思うと話し、ロッテとの激しい CS 争いを繰り広げる中、 ベテランの力に大きな期待を寄せた日米通算200勝まであと3勝と迫っている田中翔は昨年10月に右肘クリーニング手術を受けた今期はキャンプから一軍に帯同しオープン戦も登板していたが3月下旬を最後に実戦をストップ8月に実戦復帰を果たすとそこからファームで登板を重ね徐々に球数イニングを伸ばすなど状態を上げていた 4日のイースタン DNA 戦、横須賀、後には、リハビリ登板がどうとかはもう別にないと制限を設けての投球を終了。13日の同、日本ハム戦、森林取り、では、今江監督も視察に訪れる中、復帰後最長の7回を3失点、自責に、の力投。ゲームレベルで問題なく投げられてるのは自分にとっていいことと手応えを口にしていた。 2軍では今季5試合に先発し、23回を投げ、0勝2敗、19奪三振、防御率3、91の成績を収めている。